それではキリスト教理入門の第2部啓示の第3章神の普遍的啓示の第1節啓示の性質から学んでまいりましょう。啓示の性質ですね。啓示の性質第1節ですね。啓示の性質とね、いうことですけども、人間ね、人間は有限でありね、有限、限界性のあるものであるとね。そして、神様はですね、無限の方であるとね、ですからこの人間の側から神様を知るということはね、なかなか難しいですね、ことなわけですね。神様の側からですね、人間にこうご自身を明らかに、してくださらないとですね、神様はなかなかわからないとね、ある神学者はこの神様を人間が知るということをですね、この海の水、世界中の海の水をですね、バケツで汲み出そうとするようなものであるというふうにね、語っております。のみのようなですね、小さな脳みそしかない私たちがですね、この神様のことをですね、無限の神様のことを全部知ることはね、これはとても不可能なことであるということですね。で、神様がですね、この主導権を持って、ご自身を知らせてくださるというね、このことが啓示であるということですね。で、この啓示には2種類あるとね、啓示にはですね、この一般啓示ね、一般啓示とですね、特別啓示があるとね、いうことですね。一般啓示というのはこのあらゆる時代のあらゆる場所にいるあらゆる人間に対して神がご自身を知らせることであるね。こう全ての人に対してね、この神様はこのご自身を お知らせになるですね、なっているというね、ことです。で、これに対してですね、この特別啓示というのは特定のこの民ですね、この特定の時間ね、の特定の人々に対し神が特定の方法でご自身を知らせ明らかにすることであるとね、特別啓示ね、いうことですね。これはイスラエルの歴史の中にこの明らかにされた啓示された神様の自己紹介ということができると思います。で、それは現在ですね、この聖書という形でね、聖典という形で私たちに提供されているということですね。